からピーク、こちらの子もツインテールで、この子もピンで留めちゃおう。ね、前の方がいいか。七五三ヘア、七五三だけじゃなくて、はい、こんにちは。フリーランス美容師佐藤由美です。今日は七五三女の子の髪型、今日はツインテール編、前髪ない子バージョン。はい、真ん中からピー、ここからね、くすぐしたいやつだよ。髪の毛多い人とかはツインの方がやりやすいかも。髪の毛多い子のポニーテールって、ま、ママ。はい、こちらの子もツインテールでクッとまとめておきます。はい、大丈夫ですね。グー、ちょっと待って。まあ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 落ち着いて。え、ピンないじゃん。じゃあ、え、ちょっと、いいよ、やっていい。はい。じゃあ待って。はい。じゃあ次、一緒にやろう。せーの。はい。ここに入れて。はい、ここピンして。で、ピンで止めちゃおう。あら素敵。ほら、はい、見せて。双子ちゃん、ツインの七五三ヘア。七五三だけじゃなくて、お正月でもいいし浴衣でもいい。ツインちゃんとひとつちゃん、こんな感じです。髪飾りもかわいいわ、かわいいわ。はい、じゃあいつものチャンネル登録よろしくね。さあ、もうすぐ秋、七五三シーズン始まります。始まり始まり、100円ショップで十分、西松屋にも安くて可愛いの売ってるよ。売っちゃう。今日もありがとうございました。おしまい。いやー、問題は体脂肪ですよね。気にしてんの。だけど私1個決めました。体脂肪を落とすの無理。本当に難しい。難しいとか、なんか調べたら、だって摂取するエネルギーと
消費するエネルギーがまず